リモトあるいはリモトは、8世紀中頃から後半に、かけての中国東大の人物で、奈良時代の日本の貴族。姓はイミキ。カは、生後以上、出雲モ外助。イより来日した時期は、はっきりしていないが、口述する、東楽演奏のことから察すると、縁進む共同様、天平六年に、検討し、田治比広成の帰国に同行したものと思われ、 翌年5月に、当学や白木学を演奏し、槍を持って待った当人の一人だと推測される。記録にはっきり現れるのは、天平商法2年2月、小六以下から、外十五位下を少女されたことである。その後、天平法治5年12月、意味木の生を与えられる。同7年、出雲助のまま折部の神に任命。翌8年11月、 増田縄手と共に、十五一下に少女し、同時に、出雲院外助に任命される。天平神後二年十月、前日の北家寺でのシャリの会に、天皇の御前で当学を演奏したことで、十五以上を授けられる。この時、候補当庁、縁進む京も、同じく当学の演奏で、少女されている。法棄二年十一月、田地比長野と共に、聖五以上に少女される。 以後の自責は不明である。新先生四六、左京書茂に、清宗すくねは、当人生五意したり元玉木の後なりとある。なお、名前であるが、俗に本気では、リモト官とも、リモトともあり、定説を見ていない。俗に本気による。ありがとうございます。